はい、ガレージライフの高橋直樹です。これ皆さん気づいてましたか？最近の新型車すごくタイヤのサイズ大きいんですよ。タイヤが大きくなるとタイヤの価格もちょっと高くなってしまうということもあってですね、なんでという方もいらっしゃると思います。ということで本日はなんで最近の新型車って大きくなったのということをお話ししていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。例えばクラウンですね。クラウンなんかは21インチですよ。そのクラウンはね、なんとなく、ああクラウンで今時だからなっていう感じはまあしますけれども、ただね、大衆車、例えばプリウスですよ。新型プリウスなんかもう19インチですからね。プリウスで19インチとなるとね、ちょっとそうなのと、プリウス19インチなの、いろいろカスタムしていって、例えば15インチのものを18インチ履くとか、そういった感じじゃないんですよね。前のプリウスでも15インチなんかが標準でしたけどね。はい、ということでいきなり19インチ以上っていうすごい大きいホイールが履かれてます、最近の車で。今日はね、そのなんでこのホイールが台形化してきたかっていうお話なんですけど、実はこれまあパッと見やっぱりファッションね、車のバランス的にやっぱりホイールが大きいとかっこいいんじゃないかと思いがちですが、それはまず最初に結論を言いますと、ブレーキを強くするためです。ブレーキをしっかりとがっしり効かせるためにあります。大きい制動力を得るためにはやっぱりそのブレーキのシステムっていうのを少し一回りでも大きくしなきゃいけないんですね。ちょうどホイールの内側にそのブレーキのシステムがドンとついてます。ということでブレーキを大きくしなきゃいけないから、タイヤもですね、必然的に大きくしなきゃいけないということになります。ただちょっと大きくなったブレーキを収めるためにホイールを大きくしているだけではなくて、そのパワーアップしたブレーキを生かすにはタイヤのグリップ力っていうのも必要になってきますよね。となるとそのタイヤの接地面っていうのもある程度確保しなきゃいけないわけですよ。ということが理由でこのホイールっていうのはちょっと大きくなってるんですね。じゃあなんでそのブレーキをわざわざ強化しなきゃいけないのかっていうところなんですよ。ただモデルチェンジしただけでいいんじゃないのっていうことじゃないんですね。実はここが切実な問題があって、最近の車、まあ、デザイン性が良くなったと、デザイン性が良くなってそれに合わせてホイールが大きくなった、それもあるかもしれないんですけれども、ただ一番の原因は最近の車ってすごい装備なんですよね。両側スライドドアとか、あとはそうですね、ハイブリッドシステムなんかも積んできたりして、もうどん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 ね、重くなってきてるんですよ車が。そうなるとその重い塊をですよ、車の塊というものをすごいスピードで走ってきて、それをピタッと止めなきゃいけないとなると、パワーアップしたブレーキが必要になってくるということで、そうなんです、この車の進化によって車が快適になって、それに伴って車が重くなっている、もしくはそのハイブリッドバッテリー PHV なんか積んだ場合はさらにバッテリーが一つ増えますから、さらに重くなる、まあ、そういったことも関連してですね、重くて走ってるものを止めるにはそれなりの強いブレーキが必要ということで、大きいブレーキが必要になってきます。そのブレーキシステムを確保した上でそこにタイヤがつくわけですから、そのブレーキの大きさに合わせたタイヤを装着しなきゃいけないということになります。でまあ冒頭でも言ったようにですね、タイヤが大きくなるとタイヤ交換するとき高いよねっていうお話も出てきそうなんですけれどもね、そうなんですよ、そのインチ数っていうのが大きくなってきて、でその扁平タイヤっていうタイヤの厚さがこう薄いやつになればなるほど、タイヤっていうのはちょっと高価なものになってくるんですよね。ただですよ、その台形化してるだけではなく、19インチを履いている最新型のプリウスを例にとってみると、19インチにしてはですよ、ちょっと幅が狭いタイヤをつけられてるんですね。195の 50R19 というものが履かれてます。これ普通19インチです。もうちょっと扁平タイヤを履くところなんですが、このプリウスに関してはですね、大きくて幅の狭いタイヤを装着されてます。例えば1つ前のタイヤのサイズですと、195の 65R15 に対して今の新型の195の 50R19、 このタイヤサイズでいきますと台形がね、もう一回り大きいんですよね。これなんでこうしたかと言いますと、まず一番のメリット、まあ、プリウスといえば燃費がいいとされています。そう、燃費を考えてます。タイヤの幅を細くすることでタイヤの持つ重さ、そして、空気抵抗を減らしてます。でその19インチと大きくなった分、グリップ性能も確保してるわけですよ。そのグリップ性能っていうのはタイヤの縦方向の設置ですね、設置面積、
それを全て満たすものがこのプリウスの車に関しては195の 50R19 というタイヤになるわけなんですね。でもその台形化したことで、まあ、いくらねグリップを良くしようと設置面積が良ければその分燃費どうなのっていう話も出るんですけど、実はそのタイヤ自身がその燃費に与える影響っていうのは空気抵抗が一番大きいですね。まあ厳密に言えば、そのタイヤのたわみとかそういった部分で生じる運動エネルギーによる損失とかもあるんですけど、その摩擦損失っていうね路面とタイヤの摩擦ですね、そこの影響はすごく少ないんですよ。なのでこのプリウスに関しては今のプリウスのデザインに合ったその大きさ19インチっていうのを確保しつつ、あとはそのブレーキを大きくして幅を少し狭くして走行性能をアップさせている、これを全部両立させたタイヤとなってるわけなんですよ。そう考えるとその走行性能に対するメリットっていうのはすごく大きいわけなんですよ。だからそのタイヤのサイズが大きくなって乗ってて快適な走行性能を優先するか、タイヤの価格、ここの天秤がねちょっと難しいとこなんですが、ただ今後ですよ、おそらくこういったタイヤがどんどん増えてくるでしょう。車の進化によるものです。でしかもその安全性を確保しなきゃいけないとなれば、しっかり走って曲がって止まる、このバランスがしっかりした車じゃないといけないわけです。人は本当にわがままでこういった快適性能があればなとかって思って、これはすごい装備だと思って車を買うのはいいんだけど、タイヤを買うのが嫌だとか、ガソリン代を払うのが嫌だとか、まあ、思っちゃうわけですよね。まあ維持費っていうのはね、かかるもんですけど、できるだけ急発進急ハンドル急停止、これは避けてですねタイヤをうまく使っていただければなと思います。ということで、ただデザイン性を重視するためにタイヤが大きくなっているわけではないですよというお話でございました。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録をしていただきまして、一緒にガレージライフを楽しみましょう。それでは。